正月番組で見せた純白の衝撃に視聴者釘付け。1月1日に放送のバラエティ特番新春爆笑ヒットパレード2024にタレントのゆうちゃみがゲスト出演した。同番組にてマックのナインティナイン岡村隆史がゆうちゃみの名前を間違えるアクシデントがあったという。番組には100名以上の人気芸人が出演し漫才やコントなどを披露。その中でお笑いコンビファイヤーサンダーのネタ見せのちマックの岡村がスタジオのゆうちやみこと古川ゆなに感想を振る場面がありました。ところが岡村はみちょぱめっちゃ笑ってましたけどと同じギャルタレントのみちよぱと名前を間違えてしまった。これにゆうちゃみはいやゆうちやみですよと立ち上がりながら声を荒らげ、岡村がほんまごめんと何度も頭を下げる事態となりました。そんなゆうちゃみは今回丈の短い黒色のスカート衣装で出演。身長175センチの抜群スタイルということで美足に注目が集まったほか、ある大胆シーンも話題を呼んだという。今回ゆうちゃみはひな壇の上段に座っていたことで前列のゲストが話すたびに彼女の下半身がアップとなりました。その際ゆうちゃみの白スカートのミスミ地帯から白色の生地のようなものが見えていたのです。通常タレントが番組で短いスカートを着用する場合、見えてもいい黒色のインナーを履くことが多いと言われています。しかし今回のゆうちゃみは黒ではなく白色だったことで視聴者からゆうちゃみちらっと見えてる、最高のお年玉をありがとう、スカートの奥が見えて以降手で必死に隠し始めたからリアルな純白ウェアなのでは、今年は良い年を送れそうだなどと推測や歓喜の声が上がりました。それがゆうちゃみのプライベートなものだったかは不明だが、新年早々多くの視聴者が彼女の美スタイルに夢中になったようだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。